兵庫国コ,コ,コロンカードは兵庫県内の小学生、中学生が兵庫県内の優待対象に指定された博物館などに入場する際に提示すると入場料や観覧料が無料になるカード。ただし一部の特別展示などは無料対象外の場合もある。カードは小学校新一年生時に配布される。転入、紛失の場合は学校に申請すれば発行。 再発行が可能。小中学生の学校外活動を促進するために、兵庫県の博物館等無料開放事業として1992年度より開始された。もともと無料の施設を含め県内176カ所の施設が対象となっている。内訳は県立施設11カ所、市長立施設や私立施設などが神戸地区25カ所、 阪神南地区21箇所、阪神北地区19箇所、東張間地区5箇所、北張間地区14箇所、中張間地区12箇所、西張間地区23箇所、田島地区32箇所、丹波地区8箇所、淡路地区6箇所。2016年度には、兵庫国コ,コ,コロンカードの対象となる21箇所に、県立施設7箇所を含めた、 県内28カ所の施設が参加する、兵国コ,コ,コロンカードスタンプラリーを実施している。ココロンは、兵庫県民運動のシンボルマーク。1991年に、長田萌が制作した、兵国国国ロンカードの表面に描かれている。ここ、ロンカードアーカイブド2016年5月2日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、阪神南地域。 兵庫国コ,ココロンカードスタンプラリーの実施、兵庫県2016年7月21日。県民運動のホームページ、心ん、長田萌えのプロフィール阪神南地域、兵庫国コ,ココロンカードスタンプラリーの実施、兵庫県2016年7月21日。ありがとうございます。